二宮和也主演、ブラックペアンは、若い層からお年寄りまで幅広い層に支持、TBS 次期社長、2018年5月30日15時20分スポ。ポーチ、ブラックペアンに出演している竹内涼真 TBS、竹田真嗣社長、65の定例会見が30日、東京、赤坂の同局で行われた。嵐の二宮和也、34、主演の日曜劇場、ブラックペアンが好調な4月クールのドラマについて、同社長は、ブラックペアンは平均、視聴率で 12-9% を記録しています、と話し、4月クールの番組全体について、視聴率も徐々に上がってきている、と手応えを明かした。6月に新社長に就任する編成担当の佐々木拓専務、58、も、前日、ゴールデン、プライム3部門とも、民放、3位にとどまっていますが、4月は足踏みしていましたが、5月に入って視聴率が上昇傾向に入っています。特に、ブラックペアンは若い層からお年寄りまで幅広い層に支持されています、と話した。